沢田研二のそんなんこんなん、ナイス。おはようございます、沢田研二です。沢田研二のそんなんこんなん、今日も30分間僕沢田研二とお付き合いください。先週は眠りをテーマにお話ししました。人間人生の3分の1、ぐっとこらえて4分の1はもう寝てると言われるぐらいですから、寝てる時間は確かに多い。それじゃあその次に長いのは何をしてる時なんだろうとふと考えてみますれば、私の場合は車に乗ってるっていう時間が結構多いなという気がするんですね。まあ坂道の多いところに住んでおりますので、行きはよいよい帰りはしんどいで、まあ歩くこともございますが、まあだいたい買い物行くのにも、八百屋さんに行くのにもよ、車でしょ。今日は、車、私がもう本当にリラックスできる場所っていうのは、まあ一人で運転してる時なんですけどもね、この、運転、車の運転、ドライブについて今日はあれこれ話していきたいと思っております。それでは沢田研二のそんなんこんなん、今日も安全運転でぼちぼち参りましょう。まず一曲聴いてください。ダーリング、くれ足を組んでくれ、黄昏に顔を向けてくれ、その指で髪をかき上げてくれ。ダーリング、ダーリング、ダーリング、これから言うことを聞いてくれ、笑わないと約束してくれ。あなたが欲しい、あなたが欲しい、あなたが欲しい。誰が、誰が、誰。僕にはもうあなたしかない。夜が来ても朝が来ても春が来ても夏が来ても秋が来ても冬が来ても僕にはもうあなたしかない。ダーリング。声を聞かせてくれ、キスを交わしてくれ、温かい涙分けてくれ、その声で熱く囁いてくれ。誰が、誰が、誰。全てが分かったと言ってくれ、世界中に発表してくれ。あなたが欲しい、あなたが欲しい、あなたが欲しい。誰が、誰が、誰。僕にはもうあなたしかない。夜が来ても朝が来ても春が来ても夏が来ても秋が来ても冬が来ても僕にはもうあなたしかない。だれ。1008ABC ラジオでお送りしている沢田研二のそんなんこんなん。さて今でこそ私運転免許を取ってね、まあで特にもう運転手じゃなくて一人で運転するのが好きなんですよ。
でもね、私にも挫折した時期がございましたね。思い起こせばもう30年も前の話でございますが、タイガースの頃にね、もう忙しい頃にですよ、教習所通ったんですよ。あれは確か坂上発進。私はそこで挫折して、いいんだ、僕は一生運転手付きで生活できるように頑張るんだと思った記憶がございますが、その時はね、あの坂上発進っていうのが嫌でね。いや今はでも何でもないですけどね。いやオートマチックじゃなくてもですよ、ギアのやつでもですよ、ブー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 言わしたらええねん。ところがね、若い時にはね、このブー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 言わすのがもう嫌やったらね、やっぱええかっこしいやったんや、若い時っていうのはね。それで、それなのになんで免許を取ったかっていうと、私が多分、昭和51年ぐらいだと思うんですけど、太陽を盗んだ男っていう映画の時に、長谷川和彦監督が、お前免許取れと、せやと、しょやなかったら、あかんどと言われて、僕は一生運転手付きで、やっていこうと思ってるのに、と思いながらね。でもまあ、なんでもね、その、ちょっと負けず嫌いなとこあるんですね、私。だから、取れと言われて、取らないっていうのもあれだし、これで、ね、まあ、その時はちゃんと、あの、坂上発進も OK で。まあ、ちょっと多少は点数甘くしてもらえたんじゃないかなという、ふうに思ってるんですよ。その時にまあ取ったんですよ。でそれ以来、まあ、仕事の時には割とあの運転手の人がいて運転してくれて、で、まあ、自分の車とでになったんだけど、どうもね、人に運転させてると車が痛むのよ。そうよ、あんまり複数の人が乗るとね、車痛むって。本当だから、それに気がついたのとね、やっぱりね、僕はね、やっぱ道の覚えが早いで、道頭なんかに地図があるっていうぐらいですよ。で一回行ったらちゃんと帰れるもん。これ帰れるっていうのが不思議でしょ。昼間行っても夜帰ってこれんやで。昼間じゃないんだから。でそれぐらいでね、まあ僕は一人で運転するのがもう今もうすごく好きな。だからなんか言って、まあ家族乗せたりもしますよ。で、友達乗せたりもしますけど、そういう時にはね、あの運転方法は慎重になりますけど、一人の時はもう気ままなもんですよね。自由気まま。で、まあ、車っていうのはそんなに、自分でピカピカ磨いて人には表せないとかっていうほどじゃないんですよ。土足厳禁にしてる人とかいますけどね、なんで土足厳禁やったら、裸足で、その靴履かんと、車の中用の靴、カーシューズ履いて運転する。そんなややこしい。いつも履き慣れたものを履いて運転しないとダメですよ。あんなね、それでね、言っときますけど、そこの暑いのでね、運転したら運転しにくいよ。はいな。普通の車でいいんですよ。ただ自分一人で乗りたいね。本当はね。で特に仕事行くときは、一人で、で、なんでかって言うと、その時にそのテープを聞くわけですよね。未だにテープなんですけどね。音を聞く。で、ここは仕事前になるわけですよ。準備になるわけですよ。ね。で、自分で運転してたら寝ないやん。だんだん気分が高まっていくわけですよ。ね。だからこれ運転してもらってると途中絶対寝るもん、私のことやから。もう、ちょっと走ったらもうクッと寝ますよ。ですからね。まあ、車の中何があるかって言ったって、まあ、いい。ちゃんとオーディオはありますわ。あと、お守りですね。お守りは大事よ。お守りはちゃんと入れとかなかん。毎年買えないかんね。そうで、そういう中でこうリラックスしてね、こう仕事に備えながら仕事場に向かっていく。こうだからほとんど歌を覚えるっていうのも、まあ車の中ですかね。コンサートの前になるとね、まあそんなことでね、はい、私は車の中を仕事場と読んでもいいと思ってるわけでございますが、それではこの辺で一曲、2000年のアルバム来たるべき素敵からこの空を見てたら。
私言いましたけれども、あとね、地図は入れとかなあかんよ。車の中に地図のない人飽きませんわ。そら、いや見ても分からへんっていうんじゃなくて、やっぱりあると違うって、 見慣れたらいいんですからね。うん。でね、私の場合はね、カーナビいらないで、カーテレフォンいらない。なんでカーテレフォンつけないか、アンテナ出さないかんから。アンテナを入れるとね、その車のそのフォルムが壊れるわけだ。うん、どんなやつの、そうやと携帯入れといたら、携帯を持ち歩いてたらええねんから、何一つも二つも三つも四つも持ってたら偉いっていうもんじゃないねんから、ね、携帯なんか一個でええねん。ね。でね、カーナビなんか見ててもね、私、カーナビついてる車もあるんですけどね、安全パイ、あとね、渋滞してるところを避けようとするねん。これあかんつねん。ね、行きなさい。迷わず行きなさい。いつも通ってる道をいつものようにってか、これが一番いいのよ。本当にね、ちょっと今日変えたろって言うと絶対ね、15分以上ね、時間食いますよ。うん。渋滞してても大丈夫。では私の場合は、まあとにかくね、東名で言うならば浜松までは行きます。いや、名古屋でも行ってもええね。で、長い滞在の時はね、神戸まで行ってもええね。いや、どこでも行ってもええね。いや、例えば、じゃあ、福岡で博多座に出るとしましょうか。で、そうしたらね、私、車で行きますよ。うん、絶対。そういう時には。それぐらい、私は行きますからね。で、高速道路ばっかり通ってったら、絶対出られるんだけど、出てからっていうのが、これ、地図に全部書いてあんねん。全日本っていう地図買ってごらんなさいよ。どこでも行けるよ。
そんなもの。で、ましてやね、あの、標識がね、ものすごい親切に、もう、そういうことね、下手したら50メーター大きに立ってるね。てか、道路の、あの、白いの書いてあるでしょ？もうすぐしたら横断歩道とかいう印、止まれとか、左折禁止だとか、こっち、ま、行けとか、あの、指示してやる矢印だとか、ああいうの書いてあるのね、日本だけ。もう外国でそんなほとんど皆無。本当に。だからもうせいぜいね、ロサンゼルス、その、サンフランシスコからロサンゼルスまで運転したことがあるんですけど、そらね、わからへんよ。日本と同じ調子でね、標識見ていったらわかるやろって途中で消えるね。ルート66どこ行ったっていう感じになってね。いや、日本でもありますけどね、途中で消えてしもたっていうところがあるでしょ。そういう時にね、ちゃんとね、180度は見てなあかんよ。キョロ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 しながら。で、そうやっていくとね、絶対にね、見えるのよ。あそこにも道路はあるけど何やろかなと思いながら行ってると、もしかしたら向こう、さっきの道が伸びてたとしたら、もうちょっと行って右行ったら、そこに行くんじゃなかろうかと思ったら大体そうなるのよね。で、道っていうのはどっかで途切れるっていうところは、この先行き止まりって必ず書いてあるからね。そこ以外行ってたら絶対どっかに出るのよ。そういうことを思ってね、不安にならないことだね。どうせ抜けれると、どうせどっかには着くんだと、で、時間があれば着くんだと思ってればね、まあゆっくりも運転もできるでしょうね。で、僕らなんかね、ロサンゼルスのフォーラムに、あの人見に行ったのよ。パープルレイン書いた人をね、見に行ったの。プリンス見に行った時に、どう行ったらあそこに行けるんだろうって、で、もう車見てね、あ、このリムジン絶対行くと思って後ついていくね。そういうやり方もあるしやね、いろんな方法はまああるんですよ。で、ナンバー見て、このナンバーは絶対変えるとかね、で、向こうから来て、これは帰り道やとかね、そういうのでね、ついていくとね、まず間違いない。まあもちろんカーナビで利用するのもいいんでしょうけど、いつまでたっても覚えないよ。楽なことにね、ろくなことはないね。もう自分で覚えるしかないね。で、日本ほど本当に親切なところはないから。はい。そんなことで。ね。それではこの辺で、一曲聴いていただきましょう。続く幸せ。優しさで優しく寄り添う朝のぬくもり、みたい緑の草原歩いてく二人が見える、続く幸せ
夢にうなされて大人の今もいつも謎だらけバカな真面目は頭にも悲しい楽しみは楽しみで楽しく遊ぼうガキに戻ればいいさ夕焼け空を運転してたりね車に乗ってるとお気づきでしょうがこの時期になると工事が多いんです年度末やからいやなんですけど工事とかね道幅が狭くなったからつってね怖がったかこんなもどうでももう大丈夫って、工事をやってたら必ずなんかほらこういうくるくる回るくるくる回す棒持っているでしょそういう人たちが見てるからね、大丈夫はいこっち今通っていいとかやってるでしょで工事現場をねで工事現場見るとね必ず、まあ、例えばこの先、右側に工事左に寄れって書いてあってもねずっともうギリギリまでね直進するねみんな寄るから左にねみんな素直やから僕素直じゃないからねずっとまっすぐ行くねでギリギリのとこでスッと入る、ね、そのスッと入る横割りはいかんのやないかいやでもそこだって入らないと直進できないんだからそれとねそういう時に入る時には必ず大型ディーゼル車の前でスッと必ずあの立ち上がりが遅いからあのディーゼル車はだからそこに必ず入れるようになるんねであの人たちは慣れてるから入られてることにね慣れてるから大丈夫大丈夫でその時にはハザードランプをつけてごめんなありがとうっていうんじゃなくてちゃんと、まあ、ウィンドウから手を出してありがとうっていう感謝の気持ちを示さないとダメよでないと後ろからグッとプレッシャーかけられるからねだからね合流地点だとかあとは分岐点になる時にどこまで行ったらいいか道の事情がわからない人はね早めにみんな行きたい方へ行きたい方へ行くでしょほんだこれは違うね行きたい方の反対側へ行くと空いてるねでそこで最後のあ見えてきたここで行かないかんなというところで行くとあみんその待ってずっと待ってる人も中には意地悪する人いるよ意地悪する人必ずいるのいるそれはいるけど少ないでここで入らんとこの車も困るわなと自分がもしこうやった時にここで入れたらんとやっぱりあかんわなって入れてあげた人はねすごくいいことをしたっていう気持ちになるんだから、私はなんと器量が大きいんだろうと度量があるんだろうと思ってもらえるわけだからそれはもう入れてくれますよね。はい、まあ、そんなことでねそういう方法もあるということですよでも連発しちゃいけないね。あとはそれとありがとうという感謝の気持ちを忘れないことねはいそれからねあとはね
全く動かないような一車線になってしもて、もうこれしかしゃあない。この時にはね、いろいろね、気を紛らわせることをしましょうよ。そのためにはね、僕なんかいつもね、カバン持ち歩いてるんですけど、この中には爪切り、毛抜き、あと綿棒、リップクリーム、もうこういうの全て使いますね。それからそういう時には水、水分が必要ですな。そういう時には、やっぱり H2O を取らないと、酸素を補給しないとね、イライラしますよ。で、まあ、チューインガムがあるなら、チューインガムもね、噛むのもいいじゃない。で、あとはね、ストレッチ。ストレッチをしたらええの。ちょっと伸びをしたりとかね、ちょっと腰をちょっと動かしたりとか、腕伸ばしたりとかね。で、左右前後こう見てみたりとかね。で、僕なんかヒゲ剃ったりもしますよ。渋滞なんかしたら。それからね、やっぱりイライラしないためにはね、これが一番いいという方法はある。ないわけじゃない。これは早めに出るね。でもね、ずっとね、まあ、通い慣れた道っていうのは、まあ、初めての道は別ですよ。通い慣れた道はね、どう転んでもね、15分ぐらいしかね、遅れへんって。遅れても大丈夫やって。もう許す人の方が努力あんねやから、許さへん人は努力がないんやから。ね。そういう理屈で、行きません？ダメですか？沢田研二のそんなんこんなんもお別れの時間でございます。なんかね、皆さんをそそのかせてるような、気もしてきてしまったんですけど、でも素直な運転が一番だと思います。はい、私も分かってるんです。はい、さて、近頃の私でございますが、映画片栗家の幸せ、幸福、大阪シネリーブル梅田でいよいよ今度の金曜日3月29日までの上映となっておりますので、まだ見てないという方、一遍しか見てないという方、ぜひもう一度見に行っていただきたいと思います。そして5月からは大阪松竹座で藤山寛美さんの13回忌追善公演夢話桂春団地3幕始まります。出演者は僕、沢田研二、そして藤山直美さん、波野栗子さん、岸田早苗さん、入江若葉さん、ベンガルさん、綾田秀樹さんか、小島慶志郎さんか、小島秀也さんか、まあいろんな方、本当にすごい人たちばっかりであって、私本当にもうこういう時に私歌手ですねって言いたくなるんですけど、いや頑張りますがな、大丈夫ですがな。はい、日程は5月1日水曜日から5月26日日曜まで、43公演でございまして、チケットは一等席が 13,650円、来月4月10日水曜日より発売されます。ぜひご覧になってください。それでは沢田研二のそんなんこんなん、お相手は僕、沢田研二でした。この後も 1008ABC ラジオでお楽しみください。はい、早めに出かけて楽々運転。沢田研二のそんなんこんなん。この番組は